本部キャンパス王立工科大学は、スウェーデンの首都ストックホルムにある理工系、総合大学である。大学の略称はスウェーデン5名の頭文字を取って、KTH。ヨーロッパ有数の工科大学であり、特に情報理工学と自然科学の領域において、世界的にも高く評価されている。スウェーデン全体の約20%の理工系の教育、研究が、 KTH で行われている。約1万7000人の学部、修士学生がフルタイムで学び、1400人の博士課程学生を抱える。2800人が教員としてフルタイムで研究、教育に従事している。自然科学分野、エンジニアリングの理工系分野の領域のほとんどをカバーする。建築学、都市工学、バイオテクノロジー。 コンピューターサイエンス、電気工学、機械工学、生産工学、産業経済学、科学工学、物理学、数学など非常に多岐にわたる。理工系の大学でありながら、経営学、経済学関連分野で高いレベルの教育、研究が活発に行われている。サイエンスイノベーション研究センター、金融研究センター、 ビジネスイノベーション研究センターなどの経営、経済学分野の研究所も設置されている。また、学生の企業をサポートするための、ストックホルムスクールオブアントレプレナーシップを、ストックホルム大学、ストックホルム商科大学などと共同で開校している。国内の主要産業だった、鉄鋼産業と都市開発を振興させる技術者を養成するために、1827年に、 国立技術院が設置され、1877年に、現在の名称に変更された。本部キャンパスは、エステル・マルム地区に所在している。また、シスタ地区には、エレクトラムと呼称する IT 特化キャンパスがあり、フーディンゲ市やハーニンゲ市、セーデルテリエ市などにもキャンパスが置かれている。現在の本部キャンパスの建物は、エリック・ラーレルシュテットによって1917年に、 建てられたものである。約200のヨーロッパの大学とエラスムス協定によって学生交流協定を結んでおり、約60の交流協定校を持つ。これらの協定大学からの交換留学生は毎年1000名を超え、さらに正規修士課程プログラムには約1500人の留学生が毎年入学している。特にイランなどの中東の留学生が 留学生の50%を占めている。ありがとうございます。